東郷9時ゴスペルメッセージのサーデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。1週間いかが皆さんお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエスキリストがあなたの人生に素晴らしいことを知らせることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手は井田木原誠と木原純子です。よろしくお願いします。2月5日の日に、火曜日でしたけれども殉教聖会が終わりまして非常に祝福された時を持ちましたけれども、レストランの皆さん来てくださったでしょうか。その日は300人を超える人々が集まりまして、私も雨が降っておりましてですね、ちょっといろんな接待とかいろんなことがありまして、もう本当に、西田川からそして、平和会館へと急いでおりましたので、もし来てくださっていてもですね、お話する時間がなくて本当に申し訳なく思っています。また後でその殉教聖会とお話したいと思いますが、今日は初めての方からお便りをいただいています。初めてリクエストさせていただきます。ホープです。英語で HOP、 ホープですということですね。女性の方ですけれども、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトいつも楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。英語ですので Thank you very much ですね。かつて何もできないぐらい落ち込んでいた時、このラジオを通して立ち上がる力を受けました。これからもたくさんの方に神様の愛と希望を与えるラジオ番組として持ち合うことを信じていますと。ありがとうございます。私も逆にこういうハガキをいただいてですね、立ち上がる力をいただいております。本当に感謝をいたします。今日は溢れるばかりの感謝をリクエストさせていただきます。12週の5番ですね。人生にはもう立ち上がれない、もう前に進めない、もう何もする力がないっていうか、考えることもできないぐらいきつくなる時がありますよね。でもそういう時に神様の言葉っていうのは私たちを励まし強めてくれます。私たちが楽しいこと明るいことを言って励ますこともできるかもしれませんが、それは一時的なものですが、神様の言葉は私たちを奮い立たせるっていうか、頑張るっていうよりもなんかこう霊を引き上げてくれて、生きる力、生きる希望、そして本当に生きていることの喜びを与えてくれるものですね。その言葉をぜひこれからもたくさん受けていってほしいなと思います。ホープさんですね。名前の通り希望です ね。で、私たちもその神様の愛と希望をですね、この番組を通して、聞いている方々にお届けできたらと思っています。それでは1曲目のリクエスト、ホープさんのリクエストです。よろしくお願いします。はい、オープニングの曲は溢れるばかりの感謝を作詞作曲イスラエル青木さんです。どうぞお聴きください。
れるばかりの感謝をでしたけれども、これはですね、今北海道に行かれている方が作られています。もともとはまあ東京に生まれたんですけども、この方の妹さんが今宮崎に牧師人としていらっしゃるんですけども、この今歌ってた方はですね、実はあの中国語があのペラペラなんですね。中国人よりも中国語がうまいと言われることがあった方ですけども、まあ、最近はあまり中国にそんなに行かれてないのですが、以前はよく中国に、この中国語ができるので行かれておられました。で、すごく、この歌は私も好きですね。すごく爽やかな感じがいたしますけれども、ホープさんですね、ぜひ、ラジオを通してもですけども、ホープさんを通してもたくさんの方が神様の愛と希望を受けることができるようにと願っています。さて、もう一枚、リクエストが来ていますが、これはメールですけれども、メールで来ています。毎週この番組を聞きながら受験勉強してきたホープ君へと、まあ、このホープは今度は別のホープさんですね。あ、2人、はい、たまたま名前は同じなんですけど、同じ名前なんですけど、1人は女性で1人は男性で、うん、1人はもう大学卒業した人で、1人は今受験勉強真っ最中の方なんですけども、まあ、あのいつもあの受験勉強してですねいらっしゃる方なんですけども、ホープ君、このところ毎週この番組を聞きながらラジオの前で受験勉強しているホープ君、今日はいてくださるでしょうか。昨日ですね、勉強してそのままそこで寝ようとしたらお母さんに帰りなさいと言われてですね、かわいそうなことをいたしましたけど、今日はどこにいらっしゃるでしょうか。今聞いてくださってますかね。このところ毎週この番組を聞きながらラジオの前で勉強しているホープ君、リクエスト曲何がいいと尋ねたら、ちょっと考えて奇跡と答えてくれましたということですね。本当にラジオを聞きながら受験勉強してくださってありがとうございます。その理由は奇跡ってね、奇跡っていうのはちょっと昔の前、何年か前の歌ですけれども、その理由は天に帰ったお兄さんが大好きだったからだそうです。今も君のお兄さんは愛する君のために奇跡が起こるよと天で賛美していると思いますよ。ホープ君の人生が神の奇跡であふれますように、ジョイということですね。まあ、ジョイさんからホープ君への、プレゼントということで、奇跡という、この彼がリクエストした曲なんですけれども、まだ3年にならないと思いますが、来年今年の11月になると3年になると思いますけれども、お兄さんは3年前ですね、11月に天に帰っていきました。ちょうど私たちがイスラエルという時だったんですけれども、まあ、その後天に帰ったのは戻ってきてからなんですけれども、帰ってきました。今頃天国で、この奇跡をですね、本当に、心から賛美しているというふうに思います。またそれだけじゃなくて、おそらく、私たちのために、家族はもちろん長崎教会の人たちのために祈っていると思いますし、まあ、あの礼拝してるだろうなというふうに思いますよね。たまにですね、私は昔のうちの息子と一緒に、彼がその天に帰ったお兄さんが一緒に賛美してるのをですね、聞くことがあるんですけどね、今でもあるんです、実は。そういうことがありますけれども、本当に真剣に賛美して礼拝している人でした。で、天国に行って、もう本当に神様のそばで自由に、本当に本当に自由に、何も妨げられないで神様に向かって賛美しているだろうというふうに思いますけれども、ホープ君ですね、奇跡は確実に起こります。しっかり今日も受験勉強頑張っていただきたいというふうに思います。それではここで、ホープ君のリクエスト曲奇跡を送りたいというふうに思います。はい、作詞作曲泉さんで奇跡ミラクルズです。どうぞお聞きください。始めた時から
ホープ君のリクエストで奇跡でした、受験勉強しっかり、頑張っていただきたいと思います。もうあと、十数日だと思いますけども、おそらく来週、来週の月曜日が試験だと思いますので、もうあと本当に、20日ありません、十数日だと思いますけれども、神様が、まあ、奇跡というか確実に合格ができると思いますので、祈っております。今奇跡を賛美していたメインボーカルではなくて、そのなんていうかハーモニーをしていた男性がホープ君のお父さんですよね。はい、そうですね。ですから、おそらく天国で天に帰ったお兄ちゃんも一緒にお父さんと歌っていたんではないかというふうに思います。はい、さて、2月5日の日に殉教正会がありましたけれども、まあ、西高の方と平和会館であったわけですけれども、まあ、300名を超える方々が集まりましたけれども、今年は北海道からも結構、関東からもたくさん来られましたけれども、純子さん、殉教正会お疲れ様でした。どうでしたか。はい、今年も、日本26聖人の殉教記念する正解が西坂で丘で持たれて、雨になったんですけれども、たくさんの方が来られて、その雨の中になんかたくさんの神様の愛と憐れみを感じて、最後アンケートを見た時にどの方もなんか本当に来てよかったって書いてくださってたのが嬉しかったです。遠くから本当に平日を仕事を休んだり、たくさんのこう飛行機もかかりますので費用もたくさんかかるんですけども、来てよかったって思、長崎に来てよかったって思ってもらえたら嬉しいなって思ってたんですけど、そういう来てよかったっていうお言葉がたくさんあったのでほっとしました。はい、まあ、飛行機は安い飛行機と来られた方が結構多かったようですけれども、はい、なんか1000円以下で、成田から成田から、福岡空港まで1000円以下で、はい、ジェットスターというのがありまして、そういうのがありますし、まあ、高くても3000円ぐらいというところで来られた方もおられましたし、うん、またピーチ航空というのは関西か関空から飛んでおりまして、これもかなり安いので、うん、まあ、そういうのもそれは長崎直接ですけれども来られた方もおられましたし、まあ、もちろんいわゆる普通の飛行機で来られた方もおられますけれども、まあ、格安航空会社ができたおかげで、うん、まあ、結構家族ぐるみでですね、うん、去年は一人で来た人は家族5人で来たりとかですね、うん、まあ、そういうことがこうあって、うん、本当に神様のそれも恵みかなということを思います。まあ、西高の丘で殉教正会が持たれましたけれども、まあ、永遠ということを語られました。それと世界宣教ということも語られました。この殉教した26人のうち6人は宣教して、彼らはこの国に来て本当に福音を伝えたと、今度は私たちが全世界に行って福音を述べ伝えていくんだということをですね、まあ、語ってくださったわけですね。まあ、去年私は長崎の中部講堂で同じようなことを話したんですけども、宣教ということで、まあ、今年は西高の丘でメインの講師の方が語ってくださって、本当に全世界に出て行ってこの福音を伝えなさいということですね、命をかけてっていうんでしょうかね、永遠に向かって生きるってことをね語ってくださいました。で、なんかクリスチャンの一番素晴らしいことは永遠を知っている、そして本当にこの永遠に生きているってことなんですね。この地上に生きてるんですけども、もちろんでもその目に見えるものやこの地上のものではなくて永遠というところに向かって私たちは歩んでいるっていうことですね。そのことを改めてこう深く思うことができて、すごく良い時を持つことができました。まあ、雨の中誰一人帰ろうとする人もいず、もう本当にこう雨の中真剣にこう主を礼拝していたのがすごく感動いたしました。本当にこの26世人たちも天国で喜んでいただろうというふうに思います。まあ、私は賛美しながらその26世人の人もだけじゃなくて、実はですね、まあ、去年天国に帰っていった昔一緒に長崎の街を歩いた人とかですね、王兄弟って言うんですけども、それとかあれ今さっき言いましたそのホープ君のお兄ちゃんのこととか、あるいは福岡に住んでおられた昔よくお米を送ってくださった、いつも感謝を賛美をしていた、お母さんとかですね、まあ、いろんな方のこと、まあ、純子さんのお父様ですけども、いろんな方のことをなんかこうなんていうかこう一気にこうパーって思いながら、本当にこうなんか天を思いながら、天を思いながらイエス様と一緒になって賛美をしたかなっていう感じですね。それすごく思いました。今年の殉教正会はただなんかその浮き足だったところや気負ったところはなかったんですね。ものすごく心は落ち着いていて静かだったような気がいたします。
な、西高の丘で、まあ、私は短くお話をしたんですが、正直言ってあんまり今回うまく話せなかったと言いましょうか、人間的に言えば、まあ、あの失敗だったと思ってるんですけども、普通ならよく落ち込むんですが、落ち込むこともなく、なんか別にあの神様がそれでも別にいいなと思って、なんていうんでしょうね、こう全然落ち込むこともなく、その後の賛美メッセージを聞きながら、本当になんかすごく深い神様が共におられるなってことを実感しながら、すごくあの即興を過ごすことができました。で、夜の聖会では非常に深くさらに主が望まれまして、夜の聖会はまたあの良い時を持つことができまして、本当に感謝しています。で、今回はですね、私はあの、久しぶりに賛美大使の僧侶たちを復活いたしまして、次男坊も加わって一緒に西田花岡で賛美を特別賛美をいたしまして、まあ、それはすごく嬉しかったなというふうに思っています。純子さんは西田花岡で特別賛美をした時、どういう感じでしたか？いや、もう決めてたんですけど、もう雨があの降りしきってたんですけど、あの皆さん傘さしてなかったんで、傘ささないでもう天だけ見上げて、今回はですね、神様だけ思って賛美しました。はい、はい、パスターベストビューティーも実は、今回は復活した賛美大使の賞味大使で久しぶりですよね、賛美を一緒にいたしましたけれども、どうだったでしょうか？はい、久しぶりでした。あの天を見上げて神様だけを向けて賛美ができました。はい、ね、なんか特別な思いはなかったですか？はい、いつもと同じですね。パスタベストビューティーは日本語になるとですね、言葉数も少なく、なぜか暗くなってしまいます。英語で答えると突然明るくベラベラといっぱい喋れるんですけれども、今度は英語でお話していただきたいと思います。まあ、それが殉教世界だったんですけれども、その次の日には殉教ツアーというのを行いまして、これも非常に祝福されました。一曲聴いてもらってからまたその話をしたいと思います。それでは、ここでですね、安田記12週から、3番目の歌ですね、あなたの相手、3番目の歌を聴いていただきたいと思います。はい、作詞作曲谷口素子さんで、あなたの愛です。どうぞお聴きください。
主の愛という安上十二支の3番の賛美でした。いかがだったでしょうか。さて、殉教聖会が2月5日にありまして、とても祝福された日を過ごしましたが、その次の日、2月6日の日にですね、この殉教祈りのツアーというのを行いました。バスツアーは9時からだったんですが、それに先立って8時からですね、まず希望者の方だけお墓までご案内して、お墓というのは小児科クリスチャンセンターには唯一の固定資産がありまして、それはお墓です。石上町にありますところにお墓が与えられています。これは高木千右衛門とおっしゃる浦上音バンクでの時に一人信仰を守った、ですね、今、お告げのマリア、お告げのマリア修道会、かつて十字修道会とおっしゃった、まあ、そこの敷地に一緒にお墓があるんですが、まあ、その彼のお墓のある同じ敷地内のところにですね、私たちの小クリスチャンセンターの墓も与えられています。その与えられた経緯が非常にこうユニークと言いましょうか、まさに神様が不思議な形で与えてくださった、まあ、殉教者の墓として備えられた場所なんですね。その殉教者として与えられたお墓のところに行ってですね、どういう導きでお墓が与えられたかということにお話をして、神様が最初から本当にこのもう20年、88年に契約してますから、もう20年24年経ちますけども、あの25年かな経ちますが、このお墓をどのような経緯で神様が与えてくださったか、最初から殉教ということを海外宣教と共に語っておられたということをですね、今回はお話しすることができました。でなんかすごく良い時を持つことができましたけども、それからいよいよ26世紀の足跡を立ってバスで、山本村園木都議津というふうに来て、そして最後西高に来て、そこで、最後は西高の記念館の館長さんのルカレンド神父さんにお話をしていただいて、本当にあの良い時を持って5時には解散したんですけれども、神子さんは、まあ、何回も言ってると思うんですけれども、今年一緒に行かれて何か特に感じたこととか良かったこととか思ったことありますか。はい、まあ、今年も本当参加できて良かったんですけども、やはり 2度目になりましたが、最後26世人の館長さんの説明を聞きながら、新しい光っていうか、新しい発見っていうか、かつてまあ、この国は福音イエスキリスト教っていうのはなかなか日本は入りにくいってことをずっと聞いてたし、確かにそう思ってたんですけど、かつて本当に50年の間に鹿児島にフランシスコ・ザルビエルがキリスト教を伝えてから、一気にですね、12歳 の, ルドビコが本当に天を死を死を選死キリストを選ぶほどにまでの信仰が深く根付くほどに、実はすごく適した地だったんだって、そのと言われた時に、あ本当に実際そういう歴史があったんだなということを思って、それもですね、新しいなんか思いがしました。はい、はい、まあ、ルカレンズ・スミさんがおっしゃってくださったんですね。でダビルが来たのは日本に来て短いんですけども、その間にあっという間に2000人の信徒がまずできまして、それからこの50年の間にそういう命を懸けて一緒にしたような信徒、そして秀吉が恐れたくなるような数の数が今の日本のクリスチャン人口と変わらない数がすでにもうその時救われたんですね、うん、50年で。ですから人口、総人口の数は全然違いますから、うん、でまだその頃は西日本までしか行ってませんので、相当なものだったと思うんですね。まあ、人口の 10% は軽く超えてたと思いますけれども、まあ、そう考えます。そしてほとんどの人は殉教してもキリストを捨てないぐらいの固い信仰になったということは、まあ、実はキリスト教にすごく適した地であったということを、まあ、言われていたわけですね。で確かにこれからキリスト教がこの地で爆発するだろうというふうに思います。またパスタベストビューティーもですね、今年もスタッフの一人として行ってくださいましたけれども、話す準備をしていただきたいと思いますが、バスタベストビューティーはどうでしたでしょうか。行かれてですね、何か特に感じたこととか思ったことはあられますか。最初に、山本に行った時に、はい、なんか選びっていうこと、選ぶ神様選ぶっていうことで、なんか言われたことが、いつも言ってるところなんですけど、なんか今回は非常にこう心にきました。神様を選ぶってことですね。そうですね、ドービロ茨城があんな幼くって持っていた信仰っていうんですかね、うん、
12歳ですから小学校6年生、今うちの一番下の子イデアジュニアは小学校6年生ですけれども、まあ、6年生で神を選んだわけですね。ポストはベストビューティーも何か今選ばれはならないことがあるんでしょうか。はい、ね、まあ、神様を選ぶってことですね。はい、それがこれのことってことですけども、ぜひあの皆さんもですね、まあ、来年2月に、ま、間違いなくやりますし、もしかしたら夏にもできたらやりたいなと思ってるんですけども、全教ツアーに来れたら本当に好きます。長崎教会のホームページにですね、明日おそらく全教ツアーのダイジェスト映像が上がると思います。映像班が一緒に来まして、そのままちょっと撮っておりますので、まあ、あのダイジェストですから短いんですけれども、まあ、どんなものか分かると思いますので、ぜひ、長崎教会のホームページを開いてダイジェスト映像を見ていただければ嬉しく思います。それではここでまた一曲聴いていただきたいというふうに思います。同じく12週の7番ですねの歌を聴いていただきたいと思います。はい、この希望、作詞作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。という、ね、とても明るいスタイルの歌でしたけれども、それではここで聖書からお話をしたいと思います。今日はヨハネの福音書からなんですけど、少し、この飛び飛びになりますけれども、純子さんに読んでいきたいと思います。はい、新約聖書ヨハネの福音書14章です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。飛んで6節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。また13節です。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。
私はあなた方のところに戻ってくるのです。18節ですね。はい、ありがとうございました。イエス様のこの14章からの言葉というのは、実はですね、遺言と言ってもいい、イエス・キリストが天国に帰る、十字架にかかる前に、この語られた弟子たちへの言葉です。ヨハネの福音書にはその14章からずっと15、16、17あたりぐらいまで、16あたりまでですね、書かれてあるわけですね。で、その中の言葉のいくつかを今拾いましたけれども、一つは、私が道であり真理であり命なのですとイエス様は言われたんですね。で、私の教えがとか、あるいは私の何かがあってじゃなくて、私自身が、キリストご自身がこの道である、道なんだと、神に行く道であり、そして私自身が真理なんだと、そして私自身が命そのものなんだと言われたんですね。で、イエス・キリストという方は神ご自身でありました。もちろん父なる神と聖霊様と三位一体って三つ別々なんだけど、一つという、私は理解できないことなんですが、でも人となってくださった神様だったんですね。で、イエス・キリストご自身が真理で、イエス・キリストご自身が命そのままで、イエス・キリストご自身が道だと、神様とつながっていく。で、イエス・キリストを通してしか父なる神様のもとに、神のもとにはいけないんですね。で、私は他にいろんなことをやります。イデオロギー、また宗教、それは私たちを、一時的に慰めてくれたり励ましてくれたり助けてくれはするでしょう。この地上である力を受けることはできるかもしれません。奇跡も起こるかもしれません。でも永遠という世界において、実は何の力もないことに気づき始めます。で、私たち人間はこの誠の神様と本来交わることはできません。私の中にある罪、これはアダムが神に背いた時から来た罪ですけど、それがある限り私は神様と直接交われないんですね。壁の向こう側に何があるかは私には分かりません。 でもだから推測するだけです。同じように罪があると、私たちは罪の結果、神様がいるかどうか、向こう側にいるのかどうか分からないんですね。ところが、その罪を取り除く方法は一つしかなかったんですね。それは、罪は罰を叶うともなります。人間はその結果、この地上での肉体も死に、霊も死んでるわけです。つまり神のことは分からないってことなんですね。ところが、イエス・キリストが神なのに人となって、その罪、神様が分からなくなって、神様と隔てになってしまった、その隔てを打ち壊すために、人となってその罪がもたらす死を全部引き受けてくださったので、私たちはこの地上の体は朽ちますが、霊は生きて永遠に生きます。そしてやがて新しい体、もう朽ちない体、永遠に生きることのできる体をいただいて復活するんですね。で、それはイエス・キリストが十字架で私の罪になってくださったんですね。で、そのイエス・キリストを信じるとき、私たちはその神様にとこう交わることですね。読んでもらった中に、この私はなってしまうというのは何でもそれをしましょうと書いてあります。本当は神様と私たちは全く交われなかったんですが、この十字架を信じるときに、イエス様が全部代価を払ってくださったので、だからイエス様の名を使って祈ると、全く罪がなかったものとして、一回も罪を犯していなかったものと同じようになって、神様に祈ることができるんですね。求めることができるんですね。だから、どんなに私が失敗していたとしても、どんなに罪があったとしても、悔い改めてイエス様を信じると、イエス様が代わりに全部代価を払ってくださったので、一回も罪を犯さなかったものと同じように、神様からその祈りの答えを受けることができるということなんですね。これすごいことだというふうに思います。イエス様は心を探してはなりませんと最初におっしゃいました。私たちは人生生きていますと、たくさん心を探すことがあります。でも、私たちの目をイエス・キリストに向けて、永遠に向けるとき、心を探してはなりません。神様が心を探せること、健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、いろんなことがありますが、その一つ一つのことを神様が全部知っておられて、必ず相手にしてくださるので、心を探せる必要はないと。そして死にさえも打ち勝ってイエス様が私たちを天国に迎えるために用意してくださっている場所がある。だから心を探せる必要はないよとおっしゃったわけですね。で、ぜひね、このイエス・キリストのことを信じて、本当にイエス様が与えてくださる命をいただいてですね、歩んでほしいと思うんですね。私を捨てて、私はあなた方を捨てて個人はしませんとイエス様が言われましたけども、この言葉は私はすごく好きな言葉なんですね。私は個人の働きをしていて、親がいない子供たちの、ケアをする働きの一部になっておりますけれども、彼らは本当に、なんていうかね、自分をそのままで受け取ってくれる、地上における人の最も
本来身近な人、一番最初に自分を受け取ってくる方を失ったわけですね。ですからすごく孤独感と寂しさがあると思うんですが、しかし、まあ、個人に来てケアをしてくださる方に触れ、そして実際神様に出会うとき、彼らは本当に自分が受け取られている、愛されていることを知って、まあ、本当に変わっていくんですね。輝いていきます。で、人は孤児、一人ぼっちになるとすごく恐れや寂しさや孤独感を感じます。これはすごく辛いことなんですね。で、特に今は、まあ、誰かとつながっていたいという時代ですけれども、この本当にでも人とつながっているように思っても、実は、こうずっとつながっていることはできないんですよ、人間っていうのは、ね、でも神様は私たちとともに来て決して離れることはないわけです。イエス様を信じるとき、私のこのうちに聖霊様が来られて、決して私を見せて個人にはしないとおっしゃいました。私たちは決して人になることはないんですね。イエス様を信じたらどんなことがあっても、何があったとしても、どこに行ったとしても、地の果てに行ったとしても、いつもイエスキリストが一緒にいてください。一人ではない、キリストが共にいると、そのことを私たちにすごく生きる力と希望を与えてくれます。2月5日の日に殉教成果をいたしました。日独の殉教師たちが本当に喜んで天に帰ってきました。彼らはこのキリストが共にいることをよく知ってたんですね。このキリストが共にいることがどんなに素晴らしくを知っていて、本当にその恵みとその喜びを知っていたので、彼らはこのキリストを失うぐらいなら、この地上の命を失ってもキリストと一緒に天国に行きたいと思った。それほどキリストを共にいることの素晴らしさを知ってたんですね。イエス様は信じる者と共にいてくださり、決して捨てません。私たちが神を忘れても忘れません。私たちは神様を捨てたとしても、主の方は捨てずに私たちをいつも待っておられます。どうぞこのイエスキリストをこれ迎え入れてですね、そして罪のないものとされて神様に祈ることのできる特権、そしてどんなことがあっても捨てられない、決して人になることはない、キリストと共に生きる人生をぜひあなたにも歩んでほしいというふうに思います。お祈りします。この機会にイエス様を私も信じたいと思われた方は、私について声を出してラジオの前で祈ってほしいと思います。天のお父様、天のお父様、イエスキリストを信じます。イエスキリストを信じます。私の罪を許し、私の罪を許し、私の心のうちに、私の心のうちにキリストが入ってきてください。入ってきてください。感謝します。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン。それではここでもう一曲聴いていただきたいというふうに思います。同じ安らぎの歌12首の今度は9番 に載っている歌です。はい、You are my God という曲を聴いてください。作詞作曲淵野翔子さんで You are my God、 どうぞお聴きください。
My God でした。それではここで癒しのためにまた問題の解決のためにお祈りをしたいと思います。ラジオを聞いて皆さんですね、心を皆さんの心からの願いを素直に大胆に神様前に出していきたいと思います。天のお父様、イエスキリストの名によって父なる神様の前に出てまいりました。どうぞお一人一人の心からの願いと求めに応えて、体に触れ、心に触れ、問題に触れ、癒しと解放を豊かに与えていってください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を治れ。どうぞ癌の消し、また腫瘍ポリープを取り除き、また父様、どうぞ心の病を完全に癒してください。聖霊の全き愛と平安によって本当に父様、すべての病を体も心も癒してください。また今直面している問題に対する勝利と解決を与えてください。境内を祝福し、父様、分裂と混乱、夫婦親子、人間関係の中に全ての分裂と混乱の力を断ち切る。若いと嬉しの力を解き放ちます。どうでしょう、若いと回復を与え、境内を祝福し、またお仕事を学業を祝福してください。受験のシーズンになりました。お一人一人に上からの力を与え、豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。皆さんですね、リクエストやまた祈りの結果をいろんなことをですねお聞きしたいというふうに思っています。ラジオの宛先、またリクエストの電話番号ですね、そしてメールアドレスを純子さんに教えていただきたいと思います。はい、お便りをください。郵便番号 852-8116、 長崎市平和町 5-6-2階、長崎市平和町 5-6-2階までお便りをください。リクエストも待っています。そして電話番号は市外局番 095-843-3178、 843-3178 です。またメールアドレスはサタデーナイト9時の SNQ@ 長崎の N-gospelmessage.com、 SNQ@N-gospelmessage.com まで、メールをください。
はい、お便りメールアドレス、お便りメールそれから心からお待ちします。今日はですね、ジョージさんとホブさん、特にホブさんは初めてのお便りでしたし、またジョージさんも久しぶりだと思いますけれども、ありがとうございました。ぜひヒデさんとかですね、山の上の横さんどうされてるでしょうか。あとアルメイダさん、カドナアルメイダさん、それからですねアップルティさんですね、ね、それ以外にもいろんなところで聞いてらっしゃると思いますけれども、ぜひ皆さんお便りやメールやお電話いただければ本当に嬉しく思います。さてここでもう一曲聞いていただきたいと思いますけれども、今日はずっと12週から聞いていますが、次は12週の10番、 I love you Lord ですね、これを聞いていただきたいと思います。はい、作詞作曲住吉百合子さんで I love you Lord、 どうぞお聞きください。主はまことに聖なるお方、主は私の救い主、あなたの十字架の御業、心から感謝します。今週ですね、2月17日土曜日、16日土曜日、来週の土曜日ですね、3時から実はチャペルコンサートが持たれます。七斎教会の会堂で、3時から2月16日の土曜日、今度の土曜日ですね、3時からチャペルコンサートがありますので、ぜひ来ていただきたいと思いますが、今度のチャペルコンサートは全く本当は私がやる予定だったんですけど、ちょっと私がなかなかそのために時間を取れなくて十分できてないんですけれども、その前の日の15日に京本社会銀行であるんですね、はい、それはなんか愛がテーマなんですよね、はい、バレンタインデーの次の日ってことですね、はいはい、まあ、それの流れの中でチャペルコンサートもですね、16日が誕生日の方が何人かいらっしゃるようですので、まあ、そのことも含めて、やりたいと思ってるんですけど、なんか16日のコンサートの目玉か何かありますか。特にないですか。はい、とにかく教会初めての方もぜひ一度教会の方にいらしてほしいなと思っています。
その時ですね、あのお菓子なんかも最後出て、子どもたち、うちの子どもたちはそのお菓子を楽しみに来るんですけれども、あのぜひ来ていただければと思います。はい、ありがとうございました。それでは最後に礼拝の案内をしていただきたいというふうに思います。はい、明日2月10日日曜日の礼拝案内です。早朝一番早い礼拝は朝5時半から、そして7時半から第1礼拝があります。朝10時から、日曜日の朝10時からは、メインの礼拝です。この10時からの礼拝には小さなお子様をお連れの方もどうぞ一緒にいらっしゃってください。最初に一緒に賛美の歌を歌い、途中からですね、子どもたち向けのメッセージがありますので、分かれて子どもたちのための礼拝が行われています。大人の方々は最後まで、一緒に礼拝をしますが、外国人の方もどうぞこの10時の礼拝にいらっしゃってください。同時通訳が行われています。また日曜日の朝来られなかった方は、午後にも礼拝を行っています。午後の礼拝は2時からです。また夕方4時からインターナショナルサービスがあります。これは英語での礼拝ですが、日本語の通訳もついていますので、英語の学びがしたいなと思う方もぜひいらっしゃってください。外国人の方も、もちろんぜひいらっしゃってください。また夜7時からカリスマ礼拝が行われています。そして月曜日も礼拝を行われています。月曜日は祭日です。月曜日の朝10時10分から月曜礼拝があります。はい、私は今回は鹿児島にですね、来月鹿児島の南九州地区ブロック賛美大会というのがありまして、北部と浅井県と南九州の3つの地域があるんですが、来月は本場本戦があるんですが、その前のプレ賛美大会というのが鹿児島でありますので、まあ、そちらに行きますので、残念ながら月曜日はいませんが、教会は他の方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひこの機会にですね、祭日ぜひですねおいでになって神様を礼拝してあげればと思います。また水曜日の午前10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会が持たれています。そして金曜日夜10時から徹夜祈祷会があります。そして土曜日の午後3時からチャペルコンサートが、教会の会堂でありますので、初めての方もどうぞこのコンサートぜひいらっしゃってください。はい、チャペルコンサートは土曜日の午後、3時から 2月16日ですね。で、毎月第3土曜日の午後3時から行っていますので、ぜひ来ていただければというふうに思います。今日は、いつもより少し早めに、終わりそうですけれども、まあ、たまにはこういうことがあってもいいんではないかと思います。いつもラジオを聞いている皆さん、本当にありがとうございます。ぜひ皆さんですね、お便りをいただければ嬉しく思いますし、またチャットでインターネットで聞かれている方はチャットでですね、いろいろおっしゃってください。またリクエストがあれば、その放送中に言ってくださっても、用意さえあればすぐに対応してお聞きしたいと思いますので、ドキドキどんどんですね、連絡をしてあげれば本当に嬉しく思います。すっかり冬は寒くなってまいりました。2月ですね、でもここを越えますと春がやってきます。で、人生には長い冬の時がありますけれども、その冬、長い冬が実は、麦の話をしたと思いますけれども、その冬、長い冬、そこで芽が枯れた時に実は根が広く深く張っていて、やがて春先に雨が降ると、その広く深かった根から一気に芽が強くなるということを私は友人から聞きました。で、広く深く張った根があるから大きな麦ができるんですけど、そういう冬を通らないで健やかに育った根は、麦は倒れてしまうそうであります。根が張ってないからですね。どうぞこの長い冬、いろんなことがあると思いますけれども、根を張りながら進んでいきたいと思います。それでは来週ゴスペルメッセージでまたお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。